この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日の東京株式市場ですが、大幅に上昇しております。注目されましたコミー FBI 前長官のですね、議会証言ですね、それとイギリスでの総選挙については、まあ、ほぼ予想の範囲内であったということで、イベント通過、そしてそれが悪抜けになったということで、まあ、株式市場全体的にこう買われていると、まあ、買い戻されていると言った方がいいのかなという感じがします。今日経平均株価のチャート出てきたかと思うんですけども、まあ、寄り付きの段階から非常にこう強くて、それで今出て、足を見てもですね、ちょっと数日前につけた高値を抜くまでには至らないんですけれども、まあ、またこの戻り歩調にこう入るような期待感のある、状態になったのかなというふうに思われます。それとあと今日はメジャー SQ 絡みの商いがありまして、まあ、これ225型は買い越しで、トピックス型は売り越しでした。SQ 概算値は 19,997 ということでしたので、まあ、寄り付き直後というのはですね、 SQ 値が抵抗してちょっとこう弱かったという感じなんですけども、まあ、その後ですね、10時ぐらいに一気に2万円台を回復しまして、そして短期筋と言っていいんですかね、まあ、そういった方々の買いが入ってですね、まあ、大きく2万円台こう戻したというような形になっております。はい。注目イベント一つ一つ通過していっているところですけれども、はい、そうですね、はいはい、当面の見通しとしてはいかがでしょうか。そうですね、やはりそのイギリスの選挙というものがですね、まあ、一部ではちょっと不安視するような話も出てるんですけども、まあ、保守党の方がこう崩れているというような形であってですね、まあ、本来ですと先行きの、まあ、ヨーロッパの方懸念されるところなんですけども、まあ、EU 離脱とはそんな変わらない、 EU 自体の枠組みをですね、まあ、壊すような状況にもこう至ってない、やっぱりこの EU から抜けるのは非常に難しくて問題なのかなという、まあ、考え方が出てきたとなればですね、まあ、EU の枠組みは逆にこうなんですかね、崩れにくくなってくるのかなという感じがします。それとあと来週注目されますのが13、14日の FOMC なんですけれども、まあ、これも予想通りですね、利上げをされるという見方になっております。まあ、ほぼ市場には織り込まれているのではないのかなというふうに思うんですけども、まあ、でも為替ですね、もう来週の FOMC の方を向きまして、まあ、マーケットもそうかと思います。為替では1ドル110円台をちょっと回復するとかですね、まあ、そういう動きになってきました。まあ、ただですね、 FOMC を通過した後ですね、まあ、利上げをして今後また12月までこう利上げの話は伸ばされるとかですね、12月の利上げがそんなに強いものになるかどうかということですね、まあ、足元のアメリカの景況感もありますけれども、まあ、そうなってきますとですね、なかなか為替の方が円安が今度は逆に進まなくなってくるとなると、まあ、先行きですね、またこう上値が抑えられる要因がもう為替面から出てくるんじゃないのかなと思いますので、まあ、来週ですね、 FOMC 通過した後ですね、まあ、2万円台をですね、押したら2万円台でも買いがすごく入ってくる、で2万円台を保てる、為替が少し円高進んでも2万円台大丈夫だというのが確認されてくるとですね、比較的顕著な相場になるかなと思うんですけども、まあ、その辺が確認されないとなると、またちょっとね、1万9000台をのぞかせるような相場が来るんじゃないのかなというふうに思っております。はい。それでは業種別の動きを確認したいと思います。この時間プラスが銀行、不動産、その他製品、情報通信、このあたり。マイナスは精密、陸運、化学、食品などとなっています。田部さん、今日中身についてはいかがでしょうか。そうですね、値上がり銘柄数が1100を超えていて、まあ、全体的にこう強いという形、まあ、しっかりしているということですね。そしてあとやっぱり寄り付きからですね、材料も出ました。ソフトバンクですね、まあ、ソフトバンクもいよいよこうロボットとか AI に関係するような企業になってくるのかなという思わせるニュースが出てきました。それとあとソフトバンクもそうなんですけども、メガバンクの方ですね、まあ、こちらの方はですね、今までちょっと動きが良くなかったんですけども、メガバンク全体的に買われていて、まあ、今でもですね、業種別の上昇率トップは銀行となっております。不動産なんかもずっと出遅れ感があったんですね。まあ、そういったものが買われてきているということはですね、やっぱり市場の買い安心感というのはですね、かなり出遅れていたものまでこう買ってきておりますので、まあ、ちょっとこう広がりが若干こうですね、出てきているのかなという感じがいたしております。それでは新興市場についてはどうでしょうか。
はい、新興市場に関しましてはですね、昨日の動きからもちょっとそうだったんですけれども、東証一部が下落する中でも、まあ、ジャスダックとかマザーズというものはですね、まあ、上下動しながらもこうプラス圏で推移していたりとかですね、まあ、比較的堅調な商いを続けておりました。やっぱりですね、相場全体弱含んだ時には中古型株を買っていこうというですね、投資家のまあ意思というかですね、考え方がこうはっきり最近相場の中でも見て取れるなという感じがしております。ですから、日銀のですね、金融緩和がですね、ちょっとこう解除になるような話が昨日ちょっと出てきた中でもですね、そういった中がそういう話が出てきたら中古型がこう動いてきていますので、やっぱりですね、先行き相場少し上含んだ時には、まあ、中古型を買っていこうというような動きというのがですね、やっぱりこう強いのかなと思うんですね。それで今ちょっとマザーズ出てきてはいるんですけど、チャート出ておりますけれども、まあ、右肩上がりの上昇ですね、ちょっとこう相場休む時があるんですけども、下落するのではなくちょっと横ばいからまたこう上昇に向かうというような形になってきているという状況ですね。ですから多分ですね、来週も引き続き東証一部の市場動向を非常に気にしながらもですね、まあ、基本は新興市場を堅調に推移していくのかなというふうに思っております。あと売買代金の方もですね、今日は前場の段階で798億円マザーズできてますので、まあ、結構泣き泣きしているなという状況かと思われますですね。はい、それでは個別の動きを確認したいと思います。はい、売買代金上位銘柄プラスのものが多いんですが、はい、個別で今日動いている銘柄どうでしょうか。そうですね、個別で動いておりますのはですね、まずリミックスポイントからです。よろしいですかね。3825なんですけれども、まあ、これ省エネ支援とか売電ですね、あとはその中古車の売買も出かけていたりとか、フィンテック関連などにも先行投資しているという銘柄ですね。今日で4日続伸です。子会社がエボラブルアジアですね、まあ、こちらの宿泊施設でビットコインなど、まあ、仮想通貨の日本円への転換ですね、換金ですね、それとあと代金決済サービスビットコインでのですね、まあ、そんな業務提携を発表したことによりまして、株価が急上昇しているということですね。まあ、サービス開始は17年、今年の秋口以降だということなんですけれども、まあ、期待感からこう買われているということですね。あと先ほどランキングの中でもトップに出てきて上に一番上に出てきたかと思うんですけども、アセンテックですね、3565なんですけども、まあ、これ日々公表銘柄なんですが、仮想ディスクトップのシステム構築を主力としております。18年1月という1月がですね、通期なんですけども、まあ、この第一四半期ですね、2月から4月の第一四半期決算を発表しております。まあ、売上高が10億7700万円ということ、そして営業利益が1億1500万円ですね。上場したて なので前期比はないんですけども、会社計画の上期の営業利益が51%、前年に比べて 51% 減の6000万円なんですね。6000万円に対して第一四半期で営業利益1億1500万円出してますので、まあ、これね、会社側通期業績、第一四半期終わった後なので情報修正してないんですが、まあ、ちょっと今後上振れ期待というのが続いていくのかなということですね。はいはい、それともう一つですけども、アエリアですね。アエリア、これも日々公表銘柄となっておりますけれども、こちらの家庭用ゲームとかシステム開発を手掛けております。グッドビジョンをですね、株式交換によりまして完全子会社化すると発表しております。まあ、このグッドビジョンという会社なんですけども、ソーシャルゲームのアプリの企画とか効果開発とかですね、まあ、運用を行っておりまして、まあ、講談社と共同開発したソーシャルゲームなんかもあるということですね。その他の多数の開発受託なんかでも実績があってですね、まあ、技術力がある会社、まあ、今後はですね、バーチャルリアリティやVR事業へ投資をして、まあ、事業領域の拡大ということで、まあ、最近こうゲーム関連とかですね、こういったVR もそうです、 AI もそうですけども、そういった銘柄動いてますけども、まあ、その流れの中にこう入ったかなというところですね。はい、はい、では残りの時間そちらのスタジオからお願いします。はい、それではですね、日経平均のですね、チャートとマザーズ新興市場のチャートを確認し、それで個別の銘柄の方のご紹介いたします。まず日経平均株価の方なんですけれども、見ていただきたいのですが、
まあ、前回の高値というところです、1万9000円抜けてこう一気に2万円台に入ってきたということですね、まあ、ちょっといい押しを作ったのかなということで、まあ、基調としてはこう変わりないのかなというところですね。で東証マザーズの方はいち早くですね、まあ、前回高値ですねこう抜いてきて堅調の推移でまた次もう一段上を狙っていくのかなというような状況。ジャスダックに関しましてもですね、東証マザーズと同じようにこうですね、上値を抜けてから堅調に推移しているということで、まあ、あまり押し目らしい押し目がない中での動きとなっているということですね。まあ、こういったところからですね、銘柄の方なんですけども、4813のですね、ネット閲覧ソフトを手掛けている会社なんですけども、アクセスという会社がございます。これ IoT 分野に注力しまして、法人向けのクラウドとかですね、終わった期は位置情報ソフトが伸びております。まあ、IoT 製品に組み込むソフトウェアとか電子書籍関係のネットワーク仮想、まあ、そういったものにですね、得意としてるんですけども、もともとはこの会社は携帯電話をインターネットに接続するソフトを作っていて、携帯電話は今ほとんどこうなくなってきている状況の中で、それをどんどんスマホの方に変えてきて収益を伸ばしてきているということですね。それでいろんなものに IoT ということで、今ですね注目なのは任天堂のスイッチの中にここがインターネットにアクセスするところのソフトウェアアクセス手掛けておりまして、まあ、そのソフトウェアがですね、まあ、スイッチの販売台数伸びることによって収益もさらにこう上乗せされてくるという期待感が出てくるということかなと思うんですね。まあ、今期業績の方はですね 13% 増収に対して2倍の営業利益ということになっております。まあ、チャートこのような形で、まあ、一旦ちょっと買われてこう下がってきたということで、まあ、タイミング的にもこんなところにあるのかなというところですね。まあ、週足で見ていただいてもですね、話題先行でこう来た中で、まあ、本来の動きがですね、まあ、今度は数字を伴った動きになってくるかなと思います。それともう一つはフェニックスバイオですね、6190のフェニックスバイオなんですけども、まあ、人と同様の肝機能を持つ PBX マウスを製造しております。 B 型肝炎、 C 型肝炎の治療薬開発メーカーが中心なんですけども、まあ、C 型肝炎というのはですね、もう特効薬できてしまってある程度薬出ているんですけども、まあ、今後ですね、この PBX マウスを利用して薬物動態とか安全性試験、まあ、そういったものをですね、PBX マウスのニーズ拡大してきております。まあ、海外企業などもですね、前臨床で利用するということになってきておりまして、まあ、業績も大幅促進ですね。まあ、株価の方も話題が進んだ後からですね、ちょっとこう出直り期待ちょっとあるんじゃないのかなというふうに思っております。中村さん、こちらからは以上です。内藤証券の田部井さんに伝えていただきました。